こんにちは、サンサンの佐藤まなみです。今回の動画ではサンサンに入っている連絡先の共有方法についてご紹介します。共有方法は4つほどございますので、一つ一つ説明していきますね。まず1つ目の方法は、シェアしたい連絡先の名前をクリックしていただき、こちらのブラウザのリンクをコピーしていただくことです。2つ目の方法は、こちらの一覧画面から直接コピーしていただくことです。こちらのボタンをクリックしていただき、 URL をコピーをしていただくと自動的にクリップボードにコピーされます。3つ目の方法はまたこちらのボタンからなんですけれども、メッセージでシェアをクリックしていただくと、このまま同僚にこの連絡先をシェアすることができます。4つ目の方法としては、メッセージから直接連絡先をシェアする方法です。こちらの方法はすでにメッセージ画面を開いていて、そのまま連絡先をシェアしたいときに最適です。こちらのメッセージアイコンをクリックしていただき、メッセージを作成をクリックしてください。そうしましたら、メッセージを作成というボタンが現れますので、連絡先を共有したい同僚の名前を入力いただきましたら、名刺を追加から共有したい名刺を自分のデータもしくは会社全体の名刺データから検索して追加してください。この動画は以上です。様々な名刺の共有方法について知っていただければ幸いです。それではまた他の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。